神様のカルテは夏川宗介によるベストラー小説神様のカルテを福士蒼汰主演でドラマ化。原作は2010年本屋大賞2位でシリーズ累計発行部数は337万部を記録している。栗原は信州にある24時間365日対応の病院で働く内科医。ここでは常に医師が不足している。専門ではない分野の診療をするのも日常茶飯事で、睡眠が3日取れないこともあるが、妻春に支えられ日々の診療を何とかこなしている。24時間365日対応の地方病院で働く医師が患者や恩師との別れ、地方医療の現実を経験し、良い医者とは何かを追い求める奇跡を描く。でも私にとってそれは神様のカルテでした。